ネイサン・ベッドフォード・フォレストはアメリカ連合国軍中将である。南北戦争中には自ら編み出した戦術を用いる革新的騎兵指導者として、さらに戦後は南部における軍隊による占領と統治に反対したクー・クラックスクランの結成者としての双方で記憶されている。戦中の騎兵及び軍隊の指揮官としてのフォレストは、 南北戦争中の特別な人物の一人でもある。両軍の中でも一兵卒として入隊し、戦争の終わりまでには将軍にまで昇進したという経歴は数少ない。フォレストは機動部隊の新しい原理を確立し、サドルの魔術師という意味をで呼ばれることもあった。ピロー取りでの戦いでは、北軍の武装していない黒人捕虜を虐殺した部隊を率いていたとして、 戦争犯罪で告発されたが、最終的には証言の矛盾により、連邦議会の場で無罪を言い渡された。戦後、ホレストは、クー・クラックス・クランの初代グランド・ウィザード兼グランド・ドラゴンとして、レコンストラクション政策と、連邦軍の占領に抵抗した。後に、クー・クラックス・クランは非愛国的で過激になったとして、その解体のために働いた。ホレストは、テネシー州、 チャペルヒルの貧しい家庭に生まれた。家事やウィリアム・フォレストが、ミリアム・マッディベックとの間に設けた12人の子のうち最初の子だった。父の死後、17歳で課長となった。1841年、おじと共にミシシッピ州ヘルナンドで事業を始めた。おじはそこでマトロック兄弟との口論中に殺された。フォレストは、 自分の二連発銃でおじを殺した相手のうち二人を殺し、投げつけられたナイフを使い、さらに二人を切りつけた。皮肉なことに負傷した者の一人は生き残り、南北戦争の時に、ホレストの下で従軍した。その後のホレストは、商売に成功し、テネシー州メンフィスのアダムズ通りに本拠を置く実業家、いくつかのプランテーションを所有する、農園主、 奴隷所有者及び奴隷貿易業者となった。1858年、メンフィス市の市会議員に選ばれた。母親を養い、弟たちを大学に通わせながら、1861年に南北戦争が始まる時までに、100万長者になり、南部でも最も富裕の者の一人となった。後の死亡記事によれば、南北戦争以前のフォレストは、とされている。 南北戦争が始まると、フォレストは、テネシー州に戻り、南軍に兵卒として入隊した。1861年7月14日、テネシーライフル騎兵連隊の JS ホワイト隊員の旧中隊に配属された。フォレストは、南軍の装備が貧相なのを見て、自分の金で、テネシー志願兵の連隊に、馬と装備を購入することを申し出た。上官や州知事は、 フォレストのような裕福で著名な者が兵卒として入隊したことに驚いた。特に農園主は従軍を免除されていたからなおさらだった。上官たちはフォレストを大佐に任命し、1861年10月、自身の連隊、フォレストテネシー騎兵大隊の指揮を任された。フォレストはそれまでは正式な軍隊の訓練や経験がなかったが、訓練に励み、 高い指導力と戦術に対するセンスで、フォレストは模範的な士官となった。テネシー州では、州がアメリカ連合国に加わるべきかについて、大衆の間でも多くの議論があり、北軍も南軍も積極的にテネシー人を徴兵しようとしていた。フォレストは戦いたいという兵士を求め、ヤンキーを殺す機会をたっぷりと与えると約束した。 フォレストの体格は6フィート2インチ210ポンドあり、当時としては人目を引き、威圧的であった。優れた機種であり、サーベルの名手でもあったフォレストは大きな効果を上げた。当時の記録から、フォレスト自ら33人以上のものを、そのサーベル、拳銃及びショットガンで殺したと推計されている。南北戦争が始まった時に、フォレストは、 自分の44人の奴隷たちに彼に従って南軍に従軍するならば自由を与えるといい44人全員が彼に従った後に一人は脱走したが残り43人は戦争が終わるまで誠実に従軍した彼らには逃亡する機会もあったがそうはせずに南部とフォレストに忠実であり続けることを選んだフォレストが指揮した部隊の中には 自分の護衛中隊がおり、最良の兵士で構成されていた。この部隊は40名から90名と人数は時期によって変わったが、常に、騎兵部隊のエリートだった。この選抜された兵士のうち8名は黒人兵士であり、全員が戦争を通じて勇敢に、かつ立派に戦った。全員が少なくとも2丁の拳銃と1丁のライフル銃を装備し、大半は、 クラノホルスターに、さらに追加の2丁の拳銃も入れていた。戦争が終わり、フォレストの騎兵隊が1865年5月に降伏した時、天古名簿には65名の黒人騎兵がいた。フォレストは自分に仕えた兵士の中で、黒人部隊のことを戦うことのなかった優秀な南軍と称した。騎兵指揮官フォレストは1862年2月の、 ドネルソン取リデの戦いで頭角を現した。フォレストの騎兵隊が北軍の砲兵隊を捕捉し、続いてユリシーズ・グラント少将が指揮する包囲軍を突破した。フォレストは4000名近い部隊を集合させ、これを率いて川を渡った。数日後、ナッシュビルの陥落が差し迫った時に、フォレストが防衛の指揮を取り、数百万ドルの価値がある軍需工場の銃機械類と、 政府要人の脱出を手引きした。1ヶ月後、ホレストは、シャイローの戦いに参加したが、南軍は、敗れ、撤退する南軍の殿を務めた。シャーマン将軍率いる先行偵察部隊に、発見された時に、ホレストは近くに、他の部隊もない状況で、北軍の真っただ中で銃弾が尽きたため、サーベルを抜いて、北軍の敵兵部隊を突破した。 北軍の不評のライフルで脇腹を負傷し、フォレストは、シャイローの戦いで最後に負傷した男と言われることになった。初夏までに、フォレストは、緑の騎兵連隊からなる、新しい一戸旅団を指揮した。7月、騎兵襲撃をかけるという命令のもとに、その部隊を連れて、テネシー州中部に移動した。7月13日、その部隊は、 第一次マーフリーズバラの戦いに参戦し、フォレストがこの戦闘を勝利に導いたと言われている。北軍指揮官の報告書では次のようになっている。フォレストはこの戦争中、滅多に騎兵戦で負けることはなかったが、上官であるテネシー軍指揮官、ブラックストン・ブラックとは折り合いが悪かった。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスとロバート・イリー将軍は戦後に 南軍の作戦司令部は、フォレストの才能を適切に使うことを誤った、と記している。フォレストは1862年7月に潤承に、昇進し、南軍の騎兵旅団の指揮を任された。戦闘にあっては、攻撃的な戦術をとり、素早く騎兵を展開させ、しばしば馬を降りて戦わせた。基本的には、敵の側面に回り込み、 後方との連携を遮断した。1862年12月、ホーレストの古参機兵隊が、ホーレストの抗議にもかかわらず、ブラックによって他の士官の指揮下に移された。ホーレストは、新しい約2000名の新兵からなる旅団を集めなければならず、しかもその大半は武器もなかった。ブラックは、今度はテネシー州西部に侵入し、ビックスバーグ州を脅かしている。 グラント指揮下の北軍通信線を遮断する任務を与えた。フォレストは未熟な部隊を敵前線の背後に送ることは自殺行為だと抗議したが、ブラックは譲らず、フォレストが命令に従った。その作戦で、フォレストは再びその優れた才能を示し、テネシー州西部の何千もの北軍兵をか乱し、課長の追いかけっこをさせた。フォレストは、 所在をつかまれるほど一箇所に長く止まることはなく、遠く北のケンタッキー州南西部のオハヨカ川岸島で襲撃し、出発した時よりも多くの兵士を連れて、ミシシッピ州の基地に戻ってきた。作戦前はろくに武装も揃っていなかった部隊は、露覚した北軍の武器で武装を整えていた。その結果、グラントはビックスバーグ方面作戦の戦略を修正し、かなり遅らせることを強いられた。 ホレストは1863年4月まで小規模の作戦で部隊を指揮し続けた。南軍は北軍のアベルストレート大佐が指揮する3万名の騎兵隊の攻撃に対処するため、ホレストをアラバマ州北部とジョージア州西部の奥地に派遣した。ストレートはテネシー州チャタヌーガの南にある南軍の鉄道を遮断し、ブラック率いる部隊の補給線を断って、 ジョージア州まで撤退させるという命令を受けていた。フォレストは16日間ストレート隊を追い続け、行く先々で散発的な攻撃をかけた。ストレートの部隊はフォレスト隊の攻撃への対処に拘束された。5月3日、フォレストはアラバマ州シーダーブラフの東でストレート隊に追いついた。フォレスト隊の方が少数だったが、部下の兵士に、 丘の頂上周りを繰り返し更新させて、大部隊のように見せかけ、疲弊したストレート隊の1700名を降伏させ、捕虜とした。チカマウガの戦いでは、主力軍の一部を務めた。撤退する北軍を追撃し数百名を捕虜にした。ブラックの指揮下にあった他のいくつかの戦闘と同様に、即座に攻撃を続行して、数週間前に陥落していたチャタヌーガを、 奪い返すよう提案したた。が、ブラックには採用されなかったフォレストは生き通り、殺すと恫喝するほどの激しい対立の後、フォレストは再びミシシッピ州における独立部隊の指揮を割り当てられた。フォレストは1863年12月4日に、少々に昇進した。ピロー取りで1864年4月12日、フォレスト将軍はその部隊を率いて、 ミシシッピ川沿いテネシー州、ヘニングのピロートリディを攻撃し占領した。ピロートリディの戦いは、降伏したアフリカ系アメリカ人の北軍兵士の虐殺を、フォレストが支持したか、あるいは黙認したかについて、大きな議論となった。フォレストの部下は、北軍兵が武器を持ったまま逃亡し、逃げながら銃撃してきたので、南軍兵は防衛のために射撃せざるを得なかったと、主張した。 北軍の軍旗は依然として、鳥の上に翻っており、そのことはその部隊が正式には降伏していなかった、ことを示していた。当時の新聞に載ったテネシー州ジャクソンのものの、証言は、ホレスト将軍が彼らに降伏を懇願したが、降伏の最初の兆候も示されてはいなかったとしていた。同様な証言が、当時の多くの南部の新聞紙上で報じられた。しかし、 これらの虐殺否定証言は現場にいた南軍兵士の手紙にあった証言とは食い違っていた。第20テネシー機兵隊の兵士アキレス・クラークは戦闘後すぐに妹に当てた手紙で次のように書いていた。このような食い違う証言に直面し、連邦議会はフォレストを戦闘における戦争犯罪の罪で告発したが、最終的には無罪とした。 ブライス交差点フォレストは1864年6月10日に最大の勝利を挙げた。ブライス交差点の戦いで南軍3500名が北軍サミュエル・ディ・スタージス少将の8500名と衝突し、フォレスト軍の機動性と高度な戦術により勝利した。これでテネシー州南西部やミシシッピ州北部の広い範囲から北軍を一掃した。フォレストが 北軍の物資や砦を破壊するのを妨げるため、スタージス率いる追跡軍が派遣され、ホレストは撃退のために攻撃配置についた。スタージス軍が交差点に差し掛かった時、フォレストの騎兵隊に奇襲され、スタージスは不評部隊に前線に出て騎兵に反撃するよう命じたが、不評たちは疲れ切っており、すぐに打ち破られて撤退に追い込まれた。 フォレストは撤退する部隊を追って、総攻撃をかけさせ、大砲16門、荷車176両及び、消火器戦500丁を捕獲した。戦闘全体で、フォレスト軍の損失は96名が、戦死、396名が負傷となった。しかし、この日の北軍ははるかに損失が大きく、223名が、戦死、394名が、負傷。 1623名が不明となり、特にスタージスの敗下にあった黒人連隊には大きな打撃となった。慌てて撤退する中で、スタージス軍の兵は、ピロー取りで思い出せと刻まれたバッジを外し、追撃する南軍の目に留まらないようにしたという。戦争の終結1ヶ月後、フォレストはトゥーペロの戦いで、初めて大きな戦術的敗北を起死した。 北軍のウィリアム・シャーマン少将は補給船を維持すべく、アンドリュー・ジェイ・スミス少将指揮下の部隊を、ホレスト軍への対応に派遣した。北軍は、ホレスト軍を戦場から駆逐したが、ホレスト軍は撤退に追い込まれはしたものの、壊滅までには至らなかった。ホレストは戦争の残り帰還西部戦線で北軍への対抗を続けた。ホレストはその年の夏と秋に、 いくつかの襲撃を引いた。1864年8月には、北軍が確保していたメンフィス中心街への有名な襲撃。10月3日には、テネシー州ジョンソンビルにあった北軍の物資補給庫への襲撃があり、北軍に数百万ドルの損害を与えた。12月、南軍のテネシー軍と行動を共にし、フランクリン・ナッシュビル方面作戦の悲惨な結果になった。 フォレストは再び上官と言い争った。新任のテネシー軍指揮官、ジョンベルフットに、第二次、フランクリンの戦いの間に川を渡って、北軍ジョン・マカリスター・スコフィールド少将軍の退路を遮断する許可を求めた時のことだった。フットは、フランクリンでの大敗北の後でもナッシュビルに向けた、進軍を続け、一方フォレストは、マーフリーズバラに対する攻撃を引いた。 12月5日、マーフリーズ原近くで北軍と対峙し、完璧に打ち破られた。フットのテネシー軍がナッシュビルの戦いで、ほぼ壊滅した後で、ホレストは残った部隊の闘争を助ける一連の戦いで、南軍の殿を指揮し、再び結出した功績を挙げた。このことで、中将への昇進を果たした。1865年、ホレストは、 ウィルソンの襲撃に対抗してアラバマ州を守ろうとしたが不成功に終わった。敵のジェームズ・ウェイチ・ウィルソン巡将が戦闘でホレスト軍を破った。リーが降伏したという知らせが届いた時、ホレストも降伏を選んだ。1865年5月9日、アラバマ州ゲインズビルで部下に向かって別れの挨拶を行った。南北戦争の4年間で、 通説ではフォレストが乗っていた馬は30頭が戦死し、フォレスト自身は31名を殺したと言われている。最後には自分が最前線で馬の役割を果たしていたとフォレストは語った。フォレストの別れの挨拶以下の文は、フォレストが部下を前に行った別れの挨拶の抜粋である。戦後の困難さについて理解していることも狙い得る。南北戦争、それは自然と敵意。 憎しみ及び復讐心を生んだ中を過ぎてきた。我々の心から、そのような感情を取り去るのが我々の義務である。そうすることが我々の力である限り、長い間敵対し、これまで大変大きく、だが正直なところ異なっていた者たちに、友好的な感情を培うことが我々の義務である。隣人との負は、個人的な敵対心、及び私的な際は拭い去るべきである。 家に戻ったとき、男らしく率直な行動があなたたちの敵の尊敬を得ることだろう。政府、社会あるいは個々人に対するあなたたちの責任がどうあろうと人間らしく彼らに接せよ。分離し独立したアメリカ連合国を作る試みは失敗した。しかしあなたたちの義務を忠実にまた目標に向かって遂行したという意識はある程度。 あなたたちの耐えてきた困難さに対して報われるものだ。あなたたちに積物の言葉を送るに際し、心から将来の繁栄と幸福を願う気持ちを持ち帰っていただくことに安心している。ともかく我々が携わってきた大義の利点に言及することなく多くの厳しかった戦場で示されたあなたたちの勇気と決意は、友軍も敵軍も尊敬と称賛を生み出してきた。 私の部隊の士官と兵士がその情熱、忠誠心及びひるまない勇敢さで過去の軍事的成功の源になってきたことに私が追っていたことついて今愉快に喜んで認める。戦場においては私が自分で行きたいと思わない場所にあなたたちを送り出すことはなかった。私自身が追求したいと感じない道をあなたたちに教えることもないだろう。あなたたちは良き軍人であった。 良き市民にもなれる。法に従い、名誉を保ち、そうすれば、あなたたちが従う政府も寛大であるはずだし、またそうなるであろう。NB フォレスト、ルト、ゼネラルヘッドクオーターズ、フォレスト、エスキャバルリーコープスゲーンズビル、アラバマ迷宮・メイキュー、1865戦いと昇進の記録戦後、フォレストは、テネシー州メンフィスで、ミシシッピ側の岸に家を建てて住んだ。 奴隷制が廃止されたので、元奴隷貿易業者は、財政的に大きな挫折を味わっていた。後に、アラバマ州セルマに本拠を置く、マリオンメンフィス鉄道で仕事を見つけ、最終的には社長になった。戦中のような鉄道の発展には成功せず、その経営中に、会社は破産した。フォレストは、クークラックスクラン運動に関わるようになったが、公式には、 参加を否定した。クランとその目標が、真の南部指導者層を復権させることだとわかると、それは、良いことだ。途方もなく良いことだ。それを使って、ニガーをそのあるべき場所に止めておくことができると言ったと、伝えられている。1867年、ナッシュビルでのクークラックスクラン集会で大議員たちは、ホーレストを組織の名誉グランドウィザードすなわち総司令に、指名した。 1868年にシンシナティの新聞によるインタビューに答えて、クランは南部州に55万人の会員がいると主張した。彼はクランに同調しており、自分で数千人を集めることができると言った。このインタビューで、ホレストはクランのことを防衛的政治軍事組織。会員はアメリカ合衆国政府を認めると誓った。その当初の目的はロイヤルリーグや、 グランドアーミー・オブ・ザ・レパブリックに対する防衛だ。と表現した。しかし、歴史家たちはクランを、ある種のゲリラ集団、敗北による権力の変化を受け入れることを拒み、南北戦争を別の手段で継続しようという、ボートだと分類した。クランは、ホレストの名前を新人勧誘に使った。1869年、ホレストは、激しさを増す、暴力戦術に同意せず、 クランに解体を命じた。当初の栄誉あるまた愛国的目的から外れ、大衆の安寧に貢献するよりも、有害になっていると述べた。1871年のクランの活動に関する、連邦議会の調査では、フォレストのクランに対する関与はそれを解体させることに、限定されていると、委員会が結論付けた。フォレストがクランを設立したとか引いたという証拠は、ないと結論が出た。 1870年代初期にマリオンメンフィス鉄道失敗の結果として破産に近かったフォレストはミシシッピ側にあるプレジデント島で囚人牢園を運営して最後の日々を過ごした。1873年の恐慌で国中が財政的失墜状態にあった。フォレストの健康状態は着実に減退していた。フォレストとその妻は そのプランテーションから移動させたマルタ小屋に住んだ。1875年7月5日、その会員が解放奴隷である公民権集団インデペンデントオーダー・オブ・ポール・ベアラー協会に対して初めて演説する白人となった。その短い演説で黒人は彼らの望むどの候補者にも投票する権利があり、黒人の役割は高められるべきと述べた。 演説の最後で、ポールベアラーメンフィスアピール会員の一人の娘の方にキスすることで締めくくり、彼の心に育ちつつあると思われた人種に関する開かれた心を示した。メンフィスアピールの当時の記事には次のように報告された。フォレストは再度花束のお礼をルイス状に述べるとすぐに、その方にキスした。このようなキスは1875年当時の社会では、 聞いたこともなかったが、一般社会と黒人社会の間の尊敬と友好の印とされ、メンフィス市民の調和を促進することに貢献した。フォレストは1877年10月にメンフィスで死んだ。糖尿病の急性合併症によるものとされている。メンフィスのエルムウッド墓地に埋葬された。1904年、その意外は、 フォレストにちなんで名付けられたメンフィス市民公園であるフォレスト公園に移送された。現在でもフォレストは偉大な騎兵司令官としての評価と死後も拭いきれない人種主義者としての批判が混在する状態にあり、すでに決別した KKK の各団体から未だに精神的指導者として掲げられていることが問題を複雑にしている。2005年、テネシー州 シェルビー軍の理事、ウォルター・ベリーは、フォレストの墓の上にある像を動かし、フォレスト公園を解明する努力を始めた。メンフィス市の黒人市長、ウィリー・ヘレントンは、その移動を止めた。バラク・オバマ大統領当選後に、人種問題が再燃すると、2014年にフォレストを第二のヒトラーと呼ぶ、黒人運動家たちによるフォレスト公園の解明運動が、再び発生した。 近年勢力を回復させている KKK の側も、騒動を聞きつけて現地に乗り込み、対抗して黒人系のカラーギャングも同盟を結んで、大集会を開くなど現地は、騒然となった。両者は共に、フォレストが KKK の創設者で、人種主義者であるという根本的な誤解を抱えたまま、対立しており、歴史教育の不十分さが指摘されている。 最終的に公園の名前は変更されたが、フォレストの遺体はンチが続けられることとなった。フォレストは20世紀には当たり前になった、機動戦のドクトリンを掴んだ初期の人物である。その戦略で史上のものは、フォレストが実際に幾度も言った通り、馬を潰れるほど追い込んででも素早く移動することである。著名な南北戦争研究者であるブルース・キャットンは、次のように記した。 フォレストは、その戦略を最大勢力で最大速度で到達することといったと誤って引用されることがあるが、この引用はヨーロッパでの関心の高まりに応じるため、興味をかき立てるために書かれた1917年のニューヨークタイムズの記事で初めて現れた。ブルース・キャットンは次のように記した。フォレストは、機動的機兵配置に適用したように、 機動戦術を早くから使ったことでもよく知られるようになった。彼は常に素早い動きの襲撃で敵に牽制を行い、北軍の側面に回り込んでは鉄道を破壊し電線を切断することで補給先や敵の通信網を妨害することを求めた。フォレストのインフラ攻撃にユリシーズ・グラントは激怒したと伝えられている。軍事学上。 フォレストの騎兵展開と素早い一撃離脱戦術への新しい分析が行われ、どちらも現代の機械化時代における機動戦術に影響を与えたとされている。パデューカの戦いに関する報告書では、フォレストがわずか50時間で2500名の騎兵を100マイル移動させたという。フォレストの最も有名な発言は次のものである。ケンタッキー州メンフィスにある ネイサン・ベッドフォード・フォレスト公園フォレストの総尊、ネイサン・ベッドフォード・フォレスト3世は軍人として経歴を積み、はじめは騎兵、続いて航空兵となり、第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍の准将になった。<music> 1943年6月13日、ネイサン・ベッドフォード・フォレスト3世はドイツへの爆撃に参加した際に戦死し、第二次世界大戦で戦死した。 アメリカの最初の将軍になった。その乗員が逃げ出した時も B-17 爆撃機を制御して止まっていたことに対し、その家族は陸軍主君十字章を受けた。爆撃機はフォレストが逃げ出す前に爆発した。悲惨なことにドイツ空海救助隊が到着した時には、凍える海でわずか一人の乗員が生き残っていただけだった。ネイサン・ベッドフォード・フォレスト3世には、 子供がいなかったため、三世を最後に直系男子の家系は途絶えている。1877年10月30日、ニューヨークタイムズは、南軍の偉大な騎兵士官、ベッドフォード・フォレスト将軍が、弟のジェシー・フォレスト大佐の家で、今夕7時半に死んだと報じた。しかし、ザ・タイムズは、フォレストが過去のことになったのは、軍事的な勝利のためではなかったとも報じた。 この北部の新聞の死亡記事で次のようにも述べた。ピロートリデで起こったことについて矛盾する報告がある。262名いた北軍の有色人兵のうち90名のみが、この戦闘を生き延びた。損失は、砦の白人守備兵でも高く、約500名のうち205名だけが生き延びた。ベッドフォードの南軍は、捕まえた兵士に対する残虐行為で告発された。 ある者は生きたまま焼かれたとも主張された。フォレストの兵士は、北軍の傷ついた兵士が中にいる兵舎に火をつけたと、された。北軍ダニエルバンホーン注意の報告書では、この行動が北軍のジョンディー・ヒル注意によってもたらされた、命令によっていたと言った。バンホーンは、取り出の降伏はなかった。士官も兵士も、 幸福や慈悲を求めることを決してしないと宣言していたとも報告した。これらの主張は南軍の兵士がその家族にあてて書かれた手紙の内容と全く矛盾しており、そこには南軍兵士の一部による無慈悲な残忍さが書かれていた。敵意が収束した後で、ホレストはアメリカ海軍の蒸気船、シルバークラウド号に 北軍黒人兵のうち最も重症なもの14名を運ばせた。黒人兵のうち39名の捕虜を上層部に送った。ありがとうございます。